おはようございます。鶴香織です。リクエストお題をいただいておりました、私のモーニングルーティーンについて今日は2日目になります。今日は、継続する力を養うという題で動画を上げていきたいと思います。継続する力ってなんで必要なんですかね。それはやっぱり、自信を与えてくれるからっていうのが一番大きな理由なんじゃないかなって思っています。自信って自分を信じるって書きますよね。なので他から与えられるものであってはいけないと思っています。そうなると承認欲求が強くなるっていうことがありますし、そこから得られた自信っていうのは自分の中で作ったものではないっていうことですね。自信っていうものは自分がやってきて可視化ができて継続できているもの、分かりやすい、可視化ができているというのは分かりやすいってことですね。それだと思っています。いろいろあります。私も朝継続して日記書いたりとかいろいろしてるんですけれども、インスタグラムをご覧いただいている方は、私ほぼ毎日朝に、今日のコーディネート、全身コーディネートを撮っています。はい、これはですね、本当に朝の7時台に外に出て主人に撮ってもらっています。本当に主人には大変な思いをさせてしまってるなっていうふうに思うんですけれども、私自身ファッションを生業としている部分もありますし、もうとにかく大好きなんですね。ファッションからかなりパワーをもらっています。はい、なので毎日のコーディネートをアップするっていうこと自体は私の中で自信をもたらしてくれるもの、すごくテンションをくれて、その日一日ハッピーに過ごせるツールの一つであるということは間違いないと思います。時間術のね、ベストセラーの本とか、あと人気 YouTuber さんの時間術や朝の過ごし方の動画見ていただいた方いらっしゃると思うんですけど、共通してね、皆さん必ずおっしゃることがあって、それは同じコーディネートの服をもう何セットも何セットも用意しとくっていうことですね。これは有名なところでスティーブ・ジョブスがそうしてましたよね。 T シャツとデニムのセットをもう何セットも同じブランドのものをクローゼットにかけておいて、服を選ぶ手間っていうものを省いているっていう、もうこれをおすすめされていると思うんですけど、私はね、ファッションが大好きなんでそれはしたくないんですよね。選ぶ楽しさ、スタイリングする楽しさっていうものも私の中ですごく力を与えてくれてます。ただ、コーディネートを考えるっていうことは朝は絶対にしていません。それは、昨日の動画を見ていただくとお分かりかと思うんですけれども、朝その白いキャンバスのような私の真っ白い頭の中の脳の状態に、意思決定をしたりとか取捨選択をする作業っていう、そういうふうな脳を疲れさせることをしたくないんですね。それ昨日も動画でお話ししたんですけれども、メールの返信をするとか洋服のコーディネートを考えるっていうこともやっぱり時間を取られます。それはね、人気 YouTuber さんとか時間術のベストセラーとかに私は共通しているなと思うんですけれども、ただ私の場合は服は毎日コーディネートを考えたい、ただそのコーディネートを考える時間帯っていうものにすごくフォーカスしています。前の晩までに必ずするようにしています。前の晩に、ニュースとかは私見ないんですけれども、天気予報のアプリで必ず気温と天気はチェックしています。で、今日はね、かなり暖かくなるっていうことだったので、アウターいらないなっていうふうにも昨日の晩から分かってました。なので、ジャケットにしようと思いました。ただ私、ジャケットって会社員ではないので、あんまり持ってないんですよね。リネンと、コットンとこのツイードぐらいかな。なので、そうなるともう今だ2月なんでね、コットンとリネンはないなっていうふうに取捨選択していって、まあ、ツイードのジャケットになりますよね。そこからこう色合わせとかカバンとか靴とかっていうのを大体のところも前の晩までに決めておいてます。なので、当日の朝はもう何だったらクローゼットにかけてあるので、それをただ着るだけで、アクセサリーはもうやっぱ長年のね、この経験でもう毎日撮ってるんでね、これはさすがに前の晩決めるっていうよりかは、まあ、寒色系のものにしてシルバーの、
アクセサリー多めにしようかなっていうぐらいっていうのはもう本当に30秒ぐらいでバッて決めて、ジュエリーボックスから出してつけるっていう感じですね。はい、毎日ねコーディネートを上げるっていうのは私本当に10年間ぐらい続けていて、そもそもは私の姉がねスタイリストをしておりますが、私の姉からのアドバイスで、おしゃれになりたかったら人に見せるかどうかは別にして、毎日鏡の前で自分のコーディネートを撮ってたら絶対おしゃれになるよって言われたことがあるんです。もうそれをもうとにかく10年前からずっと実践してるっていう感じなんですね。うん、そうなるとやっぱりバランスとかバランス感覚っていうのがすごくつくのかな。私の場合腰位置がすごく低かったり、頭の鉢が張ってたりとかするんで、やっぱりトップスとボトムのバランス、ボトムの丈のバランス、靴のヒールの高さとかっていうのがすごく肝になってくるわけです。それも毎日毎日姿見とか外で撮ってもらったりとか撮影しているとだんだん分かってくるんですね。なのでこうやって継続することによって自分が着るものにも自信がつきます。ファッションは自己表現の一つなので、そこに自信をつけることっていうのは私にとってすごく意味があることだと思っています。もちろんね、毎日撮るっていうのが本当に現実的じゃない方が多いと思うので、これは人によって全く違うと思ってます。継続する力を養うアイテムというか、そのことっていうのはやっぱり自分がやってて楽しいことっていうのが一番ですよね。石の上にも3年という言葉がありますけど、ぐっと力が入って歯を食いしばってやるっていうことは、その時には一瞬成果が出るかもしれないんですけど、継続することは絶対難しいと思っています。なので、楽しいこと、自分の直感とか感性を使ってできることですね。それは何だろうと思った時に、小さい時ですね、夢中になってとにかく時間を忘れてやったことにヒントがあるというふうに思っていますので、もう人それぞれだと思っています。はい、ということで今日2日目お届けいたしました。明日は最終回になりますので、またよかったら見てください。では明日またお会いいたしましょう。